everybody. I'm Blazing Rebecca, and welcome back to Amnesia Memories. Here with Orion. いや、それでもね、誰もいないよりはマシだと思うんだよ。僕だけは何があっても絶対君の味方だから。犯人はオリオンだったりしないことは保証する。That'd be an interesting twist, wouldn't it? I appreciate it. ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいよ。はあ。これから一緒に頑張ろうね。で、あのさ、本当に何も覚えてない ?Nope。名前は？名前くらいはなんとなく思い出せないかな。You say names for, yeah. ん？それが君の名前？ I think so. そっかそっか。それだけでもわかるなら上出来だよ。よし、それじゃあ、ここにいても仕方ないし、とにかく君の世界に戻ろう。え、ここはどこなのかって？それは説明が難しいんだけど。Oh. パラレルの中間。そういう表現が一番近いと思う。makes sense. この世にはあらゆる可能性がある。そしてその可能性の数だけ平行世界が存在する。例えば、ある世界の君は学校に通っているかもしれないし、別の世界では働いてるかもしれない。ここは平行して存在するいくつもの世界のどの世界にもつながっていない平行世界の隙間。平たく言えば、君は今世界の隙間にチューブラリンの状態でいるんだ。でも僕には君がどこの世界から来たのかわからない。あ、でもどの世界も君のいた世界であることに変わりはないよ。平行世界に正解不正解は存在しないからね。True. だから君が本来いた世界へ戻って記憶を取り戻そう。そうすれば友達に話を聞くとか、携帯の履歴を見るとか、記憶を取り戻す方法はいろいろあるよ。あ、でもちょっと待って。相談する相手だけは十分気をつけて。人類は凶悪で残酷な生き物だからね。よほど信頼できる人以外には記憶喪失なんて言わない方がいい。ありもしない記憶を植え付けられるかもしれないからね。俺はお前に100万円貸してるんだからちゃんと返せよな、とか。Oh, that would suck. そういうことを言われても本当かどうか判断できないでしょ。最低なダメ男を彼氏だって紹介されて本物の彼氏を奪われるかもしれないし。Yeah. 無職だって言われて信じてるうちにバイトをクビになったりとか。Okay, who would tell me that, though? はたまた縁もゆかりもない奴が親友を名乗ってマルチ商法に誘い込んできたり、最終的には落ちるところまで落ちて気がつけば外国行きの船で輸出されてるかもしれないね。そんなことになったら困るでしょ。 You might be overthinking it. そうかな。 Yeah. でもね、逆に考えてみて。運よく優しい人に接触できて記憶喪失ですって教えたとする。 Okay. そうしたら君はどうなるかな。順当に考えれば記憶がありませんなんて言ったら強制的に病院行きじゃない？ I guess they would. 記憶が戻るまで保護って名目で病院とか家とかに軟禁状態になるんだろうね。多少は外に出るにしても基本閉じこもることになるでしょ。 Okay. 普通はそれでいいんだろうけど、君の場合はそれじゃ困るの。 Wait, what?君の記憶は脳や精神のトラブルでなくなったわけじゃないよね。僕っていう存在によって押し出されてしまったものなんだ。Oh. だから病院や家で保護されても君の記憶が戻るわけじゃないし、むしろ刺激がなければ悪化する。病室で誰とも会わずにぼーっと過ごしてたらいずれひどいことになるよ。Oh. それこそ水の飲み方とか呼吸の仕方とかすら忘れてくかもしれない。そんな恐怖のバッドエンドを回避する明日のためのその1、情報収集。
できるだけ積極的に人と会って、もともとの自分がどういう人物だったか探るんだ。自分が何者で、家族は誰で、どんな交友関係があって何をしていたか。OK。そうやって情報を増やして、記憶の外堀を埋めていくんだよ。そうすれば、きっとそれがトリガーになって、君の記憶は戻っていくはずだ。そうしていくうちに、今度は僕が押し出されて、君から分離できるはずなんだ。今の状態じゃすごくリスキーだけど、それが一番確実な方法だと思う。ごめん、不安にさせる話ばっかりしちゃったね。You do. I wish you would stop. でもまあ、まずは家族に相談すればいいんじゃないかな。精霊が精神に住み着いたって言って信じてくれるとは限らないけど、最低限君の情報は教えてくれるよ。True. 後のことはそれから考えるとしよう。さあ、それじゃあ君の住む現実の世界へ戻ろう。OK。やり方は簡単だよ。目を閉じて思い浮かべるんだ。記憶を失った君が何かを思い浮かべることができたなら、それが君の望む世界だよ。ただその世界は複数あると思うから、いや、君がこれだと思う世界を選択して。ハートワールド。一体どうしてこんなことに。何か今の君の情報を探れるものはないのかな。いや、あ、ベッドに名札がついてる。うん、君の名前は君が思い出した通りみたいだね。他に携帯電話か身分証ってないかな。あ、ベッドの下にカバンがあるよ。起き上がれる？いや、いった！あ、he's so cute。びっくりした。大丈夫？同化してる僕にも痛みが伝わってきたよ。Okay, we'll be back with more in the next part. See ya!